メジャー初挑戦で優勝した AIG 全英女子オープン19年大会から3年連続3度目の出場となる渋野ひな子22イコールサントリーが開幕を翌日に控えた18日の練習日に大会を中継するワンワンのインタビューに答えたディフェンディングチャンピオンとして臨んだ昨年は1 5位で 予選落ちだった。一問一答は以下の通り。マイナス一年ぶりのスコットランド支部の雛子、去年。散々な目にあったスコットランドに、また一年ぶりに戻ってきたんですけど、相変わらずの難しさだなっていうのは、入った瞬間にわかりました。引く今年のコースは昨年と同じリンクス。 似ている印象か、渋野な子そうですね。去年と同じようなコースだなという印象はありますし、去年以上か、去年並みに難しいコースだなと思います。世界一の難関コースという声もあるが、実際に回ってみた印象は、渋野雛子運、笑い。非常に難しいなというのと、 まだ強い風の中で練習ラウンドをしていなくて、去年の試合中はかなり風が強かった印象があるんですけど、これでもっと風が吹いてきたら、もう手に負えないという感じです。マイナス6月の KPMG 全米女子プロ選手権以来のメジャー。メジャーの出場回数も重ね、 慣れてきたと思うが、前衛と米国の違いは感じるか、支部の雛子コースが本当に全く違う。こちら、英国はバンカーに入れてしまうと、もう終わりというか、ボギーもダボ、ダブルボギーも当たり前っていう感じです。風の影響を強く受けてしまうコースでもありますし、 フェアウェイの硬さも全然違うので、アメリカに比べたら、こっちの方がかなり難しいなという印象は受けています。それをどうやって、スコアにつなげるかということに関しては、まだつかめていないので、これは経験していくしかないのかなという感じです。スポット参戦ながらベイツアーの経験も増え、 米ツアーに対する気持ちの変化などは、部の日なこスポットでこれまで出てきた時と、同じメンバーが今回も揃っていますし、五輪で金メダルを取ったネリー・コルダ選手だったり、他にもたくさんの選手と会えましたし、挨拶もしてくれて、こっち、スコットランドに来ても楽しいなと思いました。12月の 旧スクール、ベイツアー予選会に向けて、もっと頑張らなきゃっと、来るたびに思いますね。東京五輪では、稲見萌寧選手が、銀メダル。刺激を受けたか、渋野ひなこそうですね。かなり刺激を受けましたけど、本当に、レベルの差を痛感するというか、すごく感じてしまって、 ほど遠い存在になっちゃったなという風うに思います。私もオリンピックの舞台で、いつか戦いたいなと思わせてくれました。マイナスに、年前はメジャーに勝った渋野ひな子選手が、その立場にあったと思うが、渋野ひな子どうなんでしょうね、笑い。わからないですけど、自分もその立場に入れたとなるのであれば、 すごく嬉しいなというか、コースを回って最も難しいホールは渋の、渋野ひなこまあ。全部ですね、笑い。全部難しいですし。一番のスタートホールは、花道がすごく狭くて、そういうホールが多いですし、パーゴとかも、風によっては、日本を狙えるホールもあるんですけど、 外して、ラフに入っちゃうと難しかったり、というのもありますし、バンカーは、フェアウェイバンカーもグリーンバンカーも入れないようにって考えると、全ホール難しいと思います。今大会に向けた意気込みを、渋野日向子去年は本当に散々な目にあったので、今年はそれ以上に良いゴルフができるように、 最高4日間戦えるように頑張りたいと思います。次のオーディオビデオでお会いしましょう。